にちは。インターンシップ生の片山です。私は諸事情により今までエアコンを5年間使わずに生活していました。その中で実際にやってみてうまくいった節約方法を紹介します。第3回紹介するのは吐く節約方法です。足は心臓から最も遠く外の影響を受けやすい部分です。また足の裏とふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれ、体の循環にとても重要な器官の一つです。その足が冷えたりほてったりすると体内の温度もそれに引っ張られます。特に睡眠時に足の温度が原因で目が覚めてしまったり寝つけなかったりする人も多いのではないかと思います。なので足の温度を調節できればとても快適に過ごしやすくなると思います。そのためにまずおすすめしたいのはスリッパなどの室内履きを履くことです。床からの影響を最小限にすれば家の中の場合足の温度は変わりにくいです。また夏の場合でもスリッパを履くことをおすすめします。その理由を言いますが、不快に思われる方もいると思うので気になる方は飛ばしてみてください。これは私の親戚の話なのですが、その人は家の中を素足で過ごす方で、ある日足の裏の皮がひどくめくれてしまい、それが3週間経っても治らずにいました。水虫だと思い市販の薬を塗っても治らず、また皮膚科へ行っても薬をもらっても効かず、3年ぐらい経ってから違う皮膚科に見せたところ、水虫ではなくアトピー皮膚炎の一種だったことが分かりました。薬をもらいアトピーは半年で治りました。その時お医者さんが言ったことには、アトピーになった原因の一つとして素足で家の中を歩いたことで床に汗が付着し、時間が経って菌が繁殖したところをまた素足で触れてしまったことが積み重なって結果アトピーになってしまったことが考えられるそうです。またその人の家系がそもそも皮膚が弱いのも原因の一つだと考えられています。かかった薬代や3年間の医療費を思うととてももったいなく、またアトピー皮膚炎だけではなく魚の目やイボ、また爪の中や傷口から入って可能することがあるとのことなので、足は常に清潔感を保つことが大切です。足に何かあると日常生活にも支障が出るため、ぜひ気をつけてみてください。また床についた汗は掃除機で取ることが難しいので、あらかじめ薄手のスリッパを履き、定期的に消毒スプレーや洗濯をすることをお勧めします。医者代、薬代の節約になるはずです。この動画が気に入ったら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。